こうなるとデスクトップが映るんだ。大丈夫なの映して。うん、すごい。俺見て、俺のデスクトップ。すごい。絶対汚いやん。俺の配信画面見てこれ。めっちゃ綺麗やん。なんもないじゃん。レイドさんヤフー置いてんの、間違えた。神戸さんヤフー置いてんの。え？今俺のことレイドくんって言った？え、言ってない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 。神戸さんタスクバーにヤフーのあれ置いてるんだと思って。嫌な感じ。違う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 よ。お前もうかなかなが私と浜辺さん間違えても文句言えないよそれ。本当だ。いやまだ私1回目だからね。そんな何回も間違えてる人と一緒にしないでほしい。もう神戸さんのことも文句言えないよ。ね、神戸さんはだって何回も間違えてんじゃん。最近俺間違えてないよ。一番最初の方でしょ。花房と立花。この翼はただの移動手段じゃない。いやいや、そんな時間なんて関係ないから。回数だから回数。どれだけ人の心を傷つけたかの回数だから。なるほどね。でも俺今のですごいありえないほど傷ついたから、あのなしで。え、なしなしなし。そのちょうど打ち消しで。ああ、いや、え、私がじゃあそれ以上に傷ついてるっていうことは考えてくれないんだ。一口味わえばいい。俺もうやめようかと思ったもん。ここに着地するのがいいと思う。あ、本当？でも私も神戸さんに言い間違えられた時普通に友達やめようかと思ってたよ。あ、今回はデッグと一緒に会えないんだな。着陸準備よし。ガン虫。お前こいつさ、そこまで無視することある？60人だよ、60人みんな上げてこー。こいつ一回張り倒していいか、マジで。本当にやるね、こいつは一回あの炎上かなんかした方がいい、普通に。本当にイライラするんだけど。うん。うるさい。はい、ちゃんでしょ、絶対これ。好きにするがいい。好きにするがいい。好き。切り抜き見た？切り抜きじゃないよ。なんだよ。何の切り抜きだよ。いや、私がカナエさんとヤマピとヤマピがいるドロップシップに一緒好きにってやってた。てーてー。ええ、そっちじゃないよ。あ、そっちじゃない。そうじゃないだろ。そうじゃないよ、今の話の流れ的に。あ、でもてーてー。あ、違うだろ、やめて。出てんの、やめて、やめてくれる。まあ、ヘンリさんもありですから。うん、うん、私も推しです。違う違う違う、ヘンリさんとかじゃない、別に。ヘンリさん相性いいよね。違う。は？二人ともやっぱなんか空気を読んでさ、あの正常してくれるマシンだからさ。もううるさいうるさいうるさい、もうキモいキモいキモい。なに？はっはっはっ、わぁ、なに？ごめん、あの、誕生日迎えました。あ、誕生日おめでとう。ありがとう。花部さん誕生日おめでとう。びっくりしてる、時間見てなかった。ごめん俺も時間見てなかった。ごめん、ねえ待って、エゴサしたらさ、私の名前で月の土地買ってくれてる人いるんだけど、品さんで。マジ？なんだっけ、ハッシュタグ花部さんにさ、爆乳さんみたいな。爆誕祭ね。爆誕、お前爆誕祭です。爆誕祭か、爆乳じゃないです。やめてやめて、もう負けてしまった。おい、私の誕生日勝手に爆乳さんにすんな、お前。ごめん、爆乳じゃなかったね。は？おいおい、